じゃあ予約してきて。カバー、カバー。どういう心境なんですか、その顔は。変人じゃん。びっくりしてるのは、なくなったじゃん、今。なんか削られてる。削られてる。タイガースタイルなの、これが。うん。うわぁ、めっちゃ短くなりました。どうも、ケンタロウです。はっはっ。というわけで、私、台湾に来てですね、もう。何やってんだよ、お前。なんでカメラ回してんだよ。おい、気づくの早えや。そりゃそうだろ、お前。突然、お前、家の中でどうもケンタロウです。やめろよ、回してねえ。今ちょっとマイクテストしてんだろ。何してんだよお前。違う、帰ってきたばっかり疲れてんだよ。別に撮ってねえや、何も企画撮ってねえや。バカかお前。お前そのカメラの角度やめろ、早く下ろせよ。ガンマイク調子悪かったろよ。なんでマイクテスト。そうだ、何言ってんだ。というわけでね、皆さん、そろそろ僕はね、こんなんじゃないですか。ちょっとここいらで、台湾でね、髪の毛切ってみようと思いまして。やっぱやってんじゃねえかよ、お前。やっぱ撮影してんじゃねえかよ。なんだよ、お前、ほんと、お前、映りたがりかよ。ふざけんなよ、お前。映りたがりか。お前、今俺、帰ってきたばっかり疲れてんだよ。何？いや、ほんと撮ってる、今撮ってんだよ、うるせえな、はい、ちいち。というわけで、私ちょっと髪の毛切りたくてですね、はい、高橋さん、台湾の散髪を経験してみたいでございますんで、ちょっと紹介。切ってやる、ちげえよ、お前。いい。お前切ってやる。ほんとお前調子乗んな。お前俺の大事なこの髪の毛を、お前のその素人に触るわけねえ。お前、大事な髪の毛を短くする。ハートの間切るべきだろ。じゃあお前、ハートの間切るべきだろ。ちょ、何の動き、何それ。髪切りてんだよ、そろそろ。あ、髪切りたいって言ってました。そう、お前、ほら知ってんじゃん、いいとこ。あそこ連れてけ、あそこ。ヒロ銀座さん。そう、それ紹介してくれや。俺あの時カメラ回してたから、今度僕もいいですかとか、そういう会話できてないから。連れてけ、連れてけ。あ、じゃあ分かった。まあヒロさんは、うん、結構多分今ちょっと土日忙しいと思うから。なんでやねん。用意して土日忙しいだろ。いや、そこはお前コネでなんとかするよ。バカ野郎、お前、お互い助け合って生きてるんだよ。俺も助けるから、お前紹介しろ。じゃあ待って、そこのヒロさんじゃなくて別で僕のおすすめあるんだよ、台湾スタイル。僕も昔そこで切ったことあったんですよ。はいはい。そう、結構まあ、おすすめ台湾スタイルとおすすめの場所があるんで。坊主にしたとこじゃないよ。あれはネットフリックス。ああ、ネットフリックス。あれはネットフリックス。OKOK、分かった。じゃあいいよ。じゃあそこでいい。台湾スタイルだし。台湾スタイルがちょっと今なんか強調されすぎて、ちょっと気になるんだけど、その。大丈夫。まあ、俺も切ったことある。いい。ああ、いいよ。じゃあそこ行きましょう。OK。いいですか。じゃあちょっと準備して。行きましょう。さあ、ダッサンの前で。え？初レンタルサイクルで迎えたいと思います。レッツゴー。楽しみですか。こんな遠いとこにあんだね。え、人気店ってこと？人気かどうかは置いといて、おすすめです。なんで濁すん。怖い。おい、ちょっと怖えな。なんで今濁したの。さあ、ということでやってまいりました。今ですね、はい、とあるジョンフのですね、川辺にやってきたんですけれども、はいはい、有名な市場があるところでして、はい、なるほど、市場の中にあんだ。あ、市場の中じゃないんですけど、まあ、市場の近くにありまして、ちなみに僕は来たのは3年前かな。3年前か4年前。あ、え、やってんじゃね。なんかちょっと光ついてる。あ、たかし、もしやってたら俺一個だけ、もう一個やりたいことがあって。何ですか。バナー撮りたいの。俺バナーにいないのよ、まだ。あ、バナー写真撮ってない。そういえば確かに。いや、俺まだ仮契約社員だから。あ、いや、仮契約でもないですよ。いや、あそこに乗ってやっと正社員でしょ。あ、じゃあまだバイトさん。はい。実は俺今日バッサリ行こうと思ってる。あ、そうなの。俺の髪どうするか聞いてほしいんだけど。あ、そう、忘れてた。何するの。その台湾で一番モテる髪型にしてほしい。あ、坊主っすね。坊主っすね。坊主がモテる。やっぱ日本的たかしの成長のためには、やっぱ俺がモテなきゃダメなんだ。多分俺の髪の毛が伸びてるせいで登録者数が伸び悩んで、こっちが伸びちゃって。なるほどね。そう、こっちに栄養いっちゃってる。なるほどね。栄養がこっちに持ってくんじゃないよお前。この野郎、ふざけんじゃねえよお前。俺が短くすることで、あ、もう単発にするってこと。そう。あ、単発で分かりづらいな、お前。多分台湾の人たち見てると単発の人が多いじゃん。多分単発の方がモテんのよ。あ、でも坊主でしょ。坊主はね。金太郎さん。金太郎じゃん、ケンタロだよ。あ、間違えました、間違えました。ケンタロウさん、はい、あそこにもうちょっと奥行ったら理髪って書いてあるんで。理髪ね。ちょっとその看板が見つけたら、人がやってるかだけちょっと見てください。それでやってたらやってるんで。あ、やってる。正しい。違う、怖い。何を見た。違う。どれ見た。ちょっと、あれ見えるかな。ボスにされとるやん。ほら見て、ここでやってる。切ってる。正しい、ボスにされとるやん。怖い。違う。言ってたのと違う。俺が言ってたのと違う。俺言った美容室。もうあれ、何室だ。テントやお前。だから理髪室。理髪室だって。部屋じゃねえお前。ガン開けやないか。じゃあ別に俺だって前あそこで切りましたもん、一回。本当なの。お前なんかギャグで連れてきた。いや本気ですけど。いや、あれどう見てもギャグやん。
お前ギャグ言うなよ。お前おばあちゃんあそこでめっちゃ長いこともやってんだよ。え、長い？そうっすよ。俺だって前来た時聞きましたもん。あの人もともと美容室で美容師やってた人ですからね。そうやろ。そうっすよ。お前本当にそれ聞いた？ちゃんと動画残ってるよ。どこに？だから前のチャンネルのやつに。あ、そうだ。とりあえずじゃあもうちょっと近づいてみましょう。はい、これです。あれ後ろの人待ってる？待ってます。多分これ待つ。え、だから技術がいいんだって言ってんじゃん。前切った時に本当にうまいなと思いましたもん。その後普通にセットする時セットしやすかった。2回目来た。あ、俺では2回目です今日。今日2回目じゃねえ。だから言ってんじゃん、遠いんだって。あ、そう。だって遠かったでしょ。遠かった。でしょ。めっちゃ怖い。せっかくここまで来て。でもたかし台湾で一発目。ここ僕一発目100元買ったの。たかし100元なんだよね。たかしがデビューしたの。僕100元だな。僕も100元です。僕ちなみに3年間ぐらいずっとあのスーパーとかの100元カットでカットしてます。それじゃ俺やるしかない。そうだよお前。ダセーじゃん。ここで引いたら男。そうだよ。何をビビってんだよ。ビビってねえ。え、ちょっとビビってねえよ。オッケー。じゃあやんのかお前。やんのかお前。やれよお前。500円払ってやる。それはいいよ、払わなくて。お母さんもびっくりっすよ。なんで500円払うんで。とりあえずじゃあまあ待ちますか。じゃあ予約してきて。カバー。え、カバー。大丈夫かな。じゃあちょっと健太郎さん切っていきましょうか。お願いします。なんちょっと麻烦一下。他想要那个在台湾很受欢迎的华星都是交给你这样子。啊，都可以。何？いいですかって。可以。何？どういう心境なんですか？どういう心境なんですか？その顔は緊張するよね、変人じゃん。でもずっと切りたいっつってたじゃん、髪の毛を。そうね、うん、え、でもお母さん本当に技術は上手いっすよ。そう、本当に技術は上手で。覚えて、たかしのこと覚えてた。うん、お母さん技術は本当に上手だから、そこは信用して大丈夫です。何の顔です。長さの希望ないんですか、全く。いや、やっぱ台湾一モテ髪にしてもらうにはやっぱお任せが一番で。びっくりしてるのはなくなったじゃん今。あ、横が、うん、いや俺びっくりしてるね。あ、こうなるんだって。あの、だって今そこも行っちゃっていいですかって聞いてましたよ。どうかい。そう、どうかいいって言ったから。いいんでしょ。いいよ。いや、これが一番モテる髪型なんです。うん、それは視聴者の方に聞いてください。これが一番モテるんですよね。なんでモテ髪にそのこだわるんですか。本気高志のためだもん。あ、女性ファンをつけるためってこと。そうだ。これどうだろう、今のところどうすかって。高志、視聴者の方、これでどうすか、今のところモテ髪ですか、これ。高志って力不足なんだよ。おい、おい、頑張ってんだ俺だって。うん、いよいよ髪の毛をバッサリいくっぽい感じ。今のところどう、戦に負けた侍みたいになってる。あ、落ち武者ですね。完全に落ち武者みたいになってますね。何、何始まった。あ、切られてる、切られてる、ケンタロウ。なんか切るっていうよりなんか削られてる。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 台湾スタイルなのこれが。うん、台湾スタイルなのこれ。削るんだ。わあ、なんかすっとおつま。ごあたお。なんかナイフみたいので切ってます。へえ。今のところ今んとこ落ち武者みたいになってます。ダメじゃん。え？落ち武者かっこいいね。大丈夫です。お母さんの技術を信じて。うわ、めっちゃ切ったよ。やばい、やばい。キムタクみたいになってる。キムタクみたいに。キムタク。キムタクウノの CM やってたっけ。ギャッツビーじゃない。ギャッツビーだ。おい、こういうやつじゃない。ギャッツビーだ。モデル、ギャッツビーって。え、どう、かっこいい。いや、今だとちょっとあんまりわかんないですね。ただのおじさんですね。誰のおじさん。え、ちなみに何年ぶりですか、金。2年ぶりとかじゃない。3年前くらいから伸ばし続けてるから。なんで伸ばし続けてるんですか。台湾で。そうなんですね。いや、途中で台湾で髪切る場所を見つかんないと思ってたの、最初。台湾なんだと思ってんすか、あなた。やっぱ初めての土地って怖いじゃん。いや、まあ、正直俺も最初そうでした。どこ行けばいいか分かんないの。そうそうそう、だから伸ばしてたっていう。ちなみに言っていいですか、俺もその思考で台湾来たての時挑発だったんですよ。真似すんなよ。お前だよ。俺5年前俺もその思考でそうやって伸ばしてたんだよ。うわ、懐かしい。うわ、な、え、なんかこの道がさ、懐かしい。何年ぶり。俺台湾来る前のケンタロウ最後こんな感じだったよ。懐かしいよね、なんか。うん、めっちゃ軽い、軽い、飛べそう。ちょっと飛んでみるよ、飛んでみるよ、飛んでみるよ。うわ、めっちゃ短くなりましたね。どう。え、おじさんっす。おじさんはダメじゃね。おじさんダメっすか。え、でもなんか横から見る感じ、おじさんっす。だからダメじゃねってよ。種を細かく今直してもらってる。ラーチンカズロ。おお、台湾の。うん、しかも今問題あったらまたいつでもおいでってだから。ああ、それもそれも。いや、優しいっすよ。だって100元だって。100元でさ、そんな言わないじゃん。うん、これだったら言わないね。でももう100元払えってことかもしれないですよ。もらわないよとは言わなかった。わお、わお、もっとかっこよくなったよって。ああ、シュシュ、これが台湾スタイルか。服着なって寒いから。あ、シュ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 。
初めての台湾の公園カット。安いよ、もっと上げていいと思う。いくらだったら、いくらだったら500元ぐらい取っていいんじゃない。あ、そう。え、台湾の皆さんも500元でも来ますか。どうですか。え、悪くない。え、全然マジいい感じですよ。はい、いい感じです、いい感じです。ただね、ちょっとね、俺と被ってんすよ。いや、違う。ちょっと被ってあるじゃん。あ、ここはあるけど、長さが被ってんだよ。だからお前も台湾で一番モテる髪型してくれって言ってんだろ。それは被るやろ、それは。あ、言ってるわ。忘れてた、それ言ってた。皆さん、台湾人に一歩近づきました。ありがとうございます。さあ、ということで健太さん、切り終わりましたね。何年ぶりでしたっけ、そのぐらいの長さにしたの。3年ぶりくらい、2、3年ぶり。どうですか、3年ぶりに。悪くないけど、初めてすぎて俺も似合ってるか分かんないんですよ。モテる、え、モテるかどうかは多分髪型よりも性格の問題になってくると思うから、それはじゃあダメじゃねえか。それはもうちょっと分かんない。じゃあダメじゃねえか。それは何とも言えないです。どうですか、久しぶりにモテそうですか。操作者就赶快去 follow 他哦！你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧！点击下方观看更多有趣内容。